ユリア・ハウケは、ポーランドの貴族女性で、ドイツのヘッセン大公子、アレクサンダー・フォン・ヘッセン・ダルムシュタットの妻、バッテン・ベルク家の子孫、ヤン・マウリッツィ・ハウケ伯爵とその妻、ゾフィー・ラ・フォンテーヌの末娘として、ポーランド立憲王国のワルシャワで生まれた。父・ハウケは、ドイツ系ポーランド人の軍人で、オーストリア・イタリア・ドイツの各地でナポレオン率いる、フランス軍と戦い、 半島戦争でも戦った。彼は後、ロシア帝国軍に身を投じた。彼の能力を評価したロシア皇帝ニコライ一世により、彼は1829年に、ポーランド立憲王国の国防副大臣となり、白尺となった。翌1830年に11月放棄が起こり、ポーランドを治めていたコンスタンチン・パブロビッチ大公は、逃げ出そうとした。ハウケは大公をかばって、 路上で銃撃に遭い、家族の眼前で絶命した。母ゾフィーは、精神的ショックでしばらく後に亡くなったため、維持たちの多くは、皇帝が、後見人となって引き取った。成長したユリアは、皇太子、アレクサンドルの日、マリアの助官となった。皇太子妃の兄として宮廷に、出入りのできたアレクサンダーがユリアを見染めたが、皇太子の義理の弟である。 大公子と一女官の恋愛沙汰を皇帝は認めなかった。二人はサンクトペテルブルクから駆け落ちし、1851年10月28日にブレスラウで結婚した。ユリアの爵位は対抗家とは釣り合いの取れないものであるため、二人の結婚は帰線結婚とみなされた。アレクサンダーの兄ルートビヒ三世大公は1851年にユリアを バッテンベルク伯爵夫人に助手し、1858年には、バッテン、ベルク公爵夫人に引き上げた。これにより、ユリアとアレクサンダーの子供たちは、孔子工場を名乗れることとなったが、依然、ヘッセンダルムシュタット家の所流に止められ、対抗くらいの継承権を与えられることはなかった。1875年5月、ユリアはカトリックからルター派に改修した。ユリアは、 ハイリゲンベルクで亡くなった。ありがとうございます。